はい、皆さんこんにちは。こんにちは。メガミックスです。今日は奈良市の駅に来ております。今日何するのかというと、このボドゲステーション。ほう。300種類以上のボードゲームが自由に遊べます。ボドゲステーション、奈良市の駅。すぐ近くにあるんで、今日はちょっとこちらに遊びに来たいと思います。はい、じゃあ、マキナちゃんが選んだのは、はい、犯人は踊るということで、はい、うん、こちらをやっていきたいと思います。はい、すごい気になったんですよ、これ。ルールの説明は、ルールはね、私はできないですね。まあ、あれですね、正体陰徳系、そうそうそう、人狼とかと、ね、近いゲームだけど、ゲームマスターがいらないんで、うん、みんなが犯人であり、みんなが探偵である、うん、ね、まあ、カードの種類は一応ここの中の種類、まあ、みんな手札で持ってそれを出しながら犯人をじゃあ持ってるじゃないですか、はい、でもそこが最終結果、ね、で俺が探偵を持ってるじゃないですか、で探偵っていうのはあなたが犯人ですねっていう聞ける権利なんですよ。で犯人が分かれば自分の手番で出して、あなたが犯人ですね、いや犯人ですってなったら探偵側の勝利、勝ち、犯人は負けで、僕がラスト1枚の犯人を持っていて、みんな手札がなくて僕の手番が来て、犯人1枚、へえ実は僕が犯人ですって言ったら僕の勝ち、そうですね、ですね。でその犯人を突き止めるためのその手がかりになるツールが他にもいろいろあると。そうですね、例えば、企み、出すと犯人の味方になる、犯人が勝つと同じく勝ち、犯人が負けると同じく負け、っていうことはこれを持って出した人はもうそこからもう犯人をこうね隠匿していく、うん、なるほどなるほどなるほど、犯人の仲間になるという、探偵を裏切る側になりますね。あとその犯人カードとか探偵カードとか持ってたとしても、こういう情報操作っていうのがあって、これは全員自分の左隣の人に手札を1枚渡すというんで、犯人カードとかを渡したりすることもできると。犯人がだからずれていくそうですよね。探偵もずれちゃうでしょ。でこれ別に任意で渡せるんですよね、その何のカードを渡すか。そう、何渡してもいいわけですか。そこも何渡すかがちょっと肝になってきたりすると、こういうカードを駆使して犯人は逃げ切る、探偵は当てる。探偵系だと犬とかね。そうですね、犬はあの任意の人のカードをこう選んで、その中から1枚抜いて、それが犯人だったらその場で勝ち、うん、うん、それはまあでも運ですから ね、カード枚数が少なくなってきたら使うような感じだよね。でもまあ手札はね、2枚しかなくて犬だったらもう噛んでいくしかないからねそうそうよし、じゃあちょっとやってみましょうか。やってみましょう、はい、やってみましょう、スタート。じゃあはい、はい、なんかドキドキするな何枚なんだ、そこと4枚4枚くらい、はい、4枚か、はいはいはい、これですね、自分の手札、これをちょっと駆使してこれ結構いいかもなはい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 、無言の人が結構犯人だったあれ一番最初誰か、ですね、一番最初は第一発見者カード持ってる人います。あ、はい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 、はい、第一発見者カードから、このカードを出して始める、はい、あの今回の事件をでっち上げてください。あ、なるほど、はい、大喜利的な、このゆるキャラが、はい、ちょっと女性によからぬことをして現在逃走中です。だから顔を隠したやつを探し当てると。そんなもんなしですようちのスタッフですじゃあお願いします、はい、ここから時計回りか、はい、じゃあマキナちゃん、はい、はい、取引誰かと1枚交換、交換か、じゃあクマさんと、ね、なるほどね、はい、私はですねこんなカードパスやるんですよねどうしていったらいいものか、まあじゃあ目撃者、他の誰か一人の手札をこっそり全部見せてもらう、全部か、
藤田さんちょっと見せてもらっていいですか。はい、行きましょう。ほう、これ強いね。目撃者結構強くない。うんうん、じゃあ確認します。はいはい、クマさん、クマさん、静か。静かすぎ、何も起きねえ。自分は無実ですと訴えて、でさっきオーナーが見たってことは、見たってことは少し使いますか、これ噂。右隣の人の手札から全員1枚抜くと。あ、抜く、 あ引くんですね。あ、引く引く引く。じゃあここ、ここ、ここ、ここですね。右手出して、じゃあこっちからも、ここか、はい、せーの、せーの、ほい。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。出しました、うん、はい、取引、取引、また、誰かと交換するんですけど、はい、じゃあ鹿さん好きだね、これ。これはじゃあ、そう、なんか1枚渡してください。あげたくないな、あ、うん、げたくない、あげたくない。あ、じゃあ僕ですね。これはどうしたらいいかな。じゃあ2周目なんでもう出せますよね。行きます、行きます、はい、こっち間違ったら何もない、何もない、あ、何もないです。探偵でも使い切っちゃったね。なるほどね。はい、あなたです。はい、ではありません。マジで本当に本当に、はい、あ、本当に、はい、あ、本当に、犯人っぽいなこの顔。取引誰と、いや俺か、これはあれだよね、2位で選べるんだよね。はい、はい、もう誰が誰か分かんなかった。もう次、三上さんはその2枚からパスして、うん、これいきます。あれ、これなんて、まだおい、違う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 、あと1枚しかない。だって1アリバイ、出しても手札にあれば犯人ではありませんと答えられる。出しても何も起きない。さっき犯人ではありませんと答えましたね。犯人ではありませんと答えましたね。答えましたね。これがあったからその答えられる可能性ありますよね。まあ、可能性ありますね。可能性ない、ダンシティリムシもあるはじゃあ、たくらみ、僕はもう犯人の仲間です。もうさっき探偵出したんで、もう僕はもう犯人の仲間になります。お、犯人心強い、はい、犬、犬、みんなあと1枚ずつしかないと来たね。泣いた、泣いた。ハスハスしてる。誰の抜く？誰の抜く？はい、めぐってください。めぐって、犯人じゃん。なるほど、じゃあ俺も勝ち。あ、そうだね、そうだね、汚ねえな。これなんかあれ、何ゲームかやってそのあれですか、チップの数で、そう、ね、そうですね。じゃあチップをお願いします。手札のランダム11枚は交換しましょう。どうしましょう。
まあそれはもうザバッ、まあ、て入れちゃってシャッフルすればいい。これでこうでしょ。11。じゃあこれをシャッフルして綺麗にバサササササってシャッフルとかできないからすごい不必要な。よし、このままでいいかな。じゃあなんじゃこりゃ。さっきとまるで違うの来たな。あ、なるほどなるほどなるほど。第一発見者。はい。また？第一発見者。はい、はい、はい。今回は、はい、着ぐるみをかぶった男が全裸で逃走中です。至急犯人の確保をお願いします。はい、お願いします。はい、変な男。本当、とんでもないやつだ。じゃあ時計回り。はい。じゃあ、はい。目撃者。中の誰か一人の手札をこっそり全部見せてもらう。じゃあ、クマさん、全裸のクマさん。いろんな展開が見えてくるんですね、多分ね。はい、ありがとうございます。じゃあ僕はとりあえず一般人で何も起きないんで、はい、平和に行きます。なるほど、これだもんな。あ、情報操作。左に渡すんだね。左に渡す。じゃあ、はい、これは抜くわけじゃなくて、見るのかどうを渡せる。はい。これはすごい。どうするの？あと。あ、もう抜こう。ちょっと待って、これがさ、よくないよね。犯人であり、探偵であったりすると。自分の右隣の人の手札からこっそり1枚です、はい、全員右隣の人から1枚こっそり引く、はい、うそまあ泣くねどうやって勝ちにいけるのこれ今回。よし、もう2周目ですからね、犯人当てられますからね、探偵がいれば。全犯人に見えるんだけど。どうしようかなー。ちょっと、そう。そう探偵か。取引。じゃあ、三上さん。そうですね、今出すならこれかな。アリバイ。おお。ただまあ特に何も起きないですよね、これ今の仕事。グリッシャ。ほほ、誰の。私。これお互い似合った。あ、ちょっと変わってるからね、変わってるから。顔が読めない。ずるい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 よ、顔が読めない。全裸マンずるくね。枕の神。これも犯人が勝つと犯人側犯人じゃねえか。全裸で逃走してるんじゃない。少年、これなんか他全員に指示して犯人を知る。
私犯人を見つけられるってことですね。はい、皆さん目を閉じてですね。はい、皆さん目を閉じて、はい、はい、犯人カードを持ってきた、目を開けて、目を開けて、手を開けてじゃない、目を開けて、あ、目を開けてない、はい、じゃあ皆さん目を開けてるかどうかクマさん分かんない。目閉じてるもういいですか。いいですよ、はい、はい、そこで僕はこれを使います。ほほう、交換か。これじゃあなんで さっきからさ、そこでなんかねイチャイチャ交換しちゃった。いやいや、なんか今その情報を得た段階でこれを取ってしまうと、これは終わりだよね、これです。クマさん、お、クマさんいった、お石川さんが犯人だと、全裸で逃走した犯人だと、全裸、俺が全裸で逃走すると言った、バレた、やったけた。俺探偵だと思って今抜いたの。そしたら犯人持ってる人とか言ってて、その次のこれだから絶対俺探偵だと思ったのに。そういうことね。はい、そういうこと。いや、俺も一緒に全裸になって負けたかった。俺も一緒に全裸。みんな一回全裸になってる。俺と三上さん全裸でその部屋走って今捕まったんですよ。経歴にすごい傷ついちゃったねこれ。すごいですね。お、また強い。最終ゲーム。の指外したしなさい。はい、今犯人って当てられてないからね。じゃあ自分クマさんちょっと見して。はい。OK です。人気だ。はい。いきます。仕掛けに来るか。はい。お、ん？全員自分の左側にこっそり一枚渡す。これはランダムじゃなくて。仕掛ける、仕掛ける。三上さんのふりして女性の体を触りまくってたな、このクマさん。あー、クマさん、クマさん、実家よ。俺にはアリバイがある。俺にはアリバイがある。いや今いい流れだった。いい流れだった。全部見た上で、ね、あの情報操作全部混ぜてた。確定情報だったもんね。アリバイも使い切ったし。ああ、私最初アリバイが3枚来て何も使いようない。犯人じゃないのにアリバイだらけみたいな。そう、アリバイだらけ。結果的に1枚俺ゼロ。1枚ゼロ。3枚全勝してた。
かさっきから全部言ってる。いや、うまいよ、うまいよ。そういえば最初に言ってた本当ゲーム激弱っていうのはもう本当なんだね。はい、というわけで、あ、箱ちょっと。箱、あ、そうね。じゃあ、こちらは犯人は踊るでした。これすごくね、はい、やっぱ今4人でやりましたけど、これ人数的にはもっと増やしてできるからね、うん、そうそうそう、うん、人数ごとでこのカードの枚数が変わってくるんで、うんうん、そうするとまた違うね、駆け引きが楽しめたりしていいかもしれないです ね、 ですね、ぜひ楽しんでもらえれば、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次のゲームはコリドール。これはくまさんのおすすめのゲームになります。このボードゲームカフェで大丈夫ですか？はい、まあ、カフェっていうかスペースですね、はい、場所的には、奈良市の駅徒歩2秒、うん、徒歩2秒、はい、駅横の郵便局の上です。ありますね。で、電話でも受付は、そうですね、来年の1月から本格稼働する予定なんで、うん、指導しますので、はい、今日は、まあ、はい、プレリリースということで、はい、楽しませていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。